こんにちは。見方を変える、世界が変わる、変える VR です。今回は海外のサードパーティー製 VR アクセサリーの開発に熱いキービーデザイン様よりメタクエスト3専用のナックルグリップカバーをご紹介いたします。ナックルグリップカバー with バッテリーオープニング4クエスト3、シンプルな箱から開封していきましょう。なお動画後半ではこのカバーを使用した VR クイズを5問出題しますので最後までご視聴ください。説明書は日本語あり、詳細は止めて見てみてください。箱を開けると袋が2つ、左の方から見ていきますね。入っていたのはペアのコントローラーグリップ、ゴムのように弾力性があります。黒いので汚れが目立ちにくいです。右の袋にはペアの付け替えカバーと予備のプルタブのセットが入っていました。このプルタブは電池を外す時に重要な役割を果たします。並べてみるとこんな感じ。最初に使用するものはこのペア。まずは右のタッチプラスコントローラーにコントローラーグリップを取り付けていきます。その前にカバーを交換。クエスト3はここのボタンを押すと簡単に取り外すことができます。単三電池も取り外しておきますね。そうしたらプルタブの付いた専用カバーをカチッとはめ込んでいきます。これでよしと。ペラペラしたフィルムのようなプルタブは一旦中に入れておきます。ここでぐるっと回してみますね。白黒だ。ここにカバーをつければ真っ黒になります。メタクエストプロのコントローラーみたい。そうしたらこのカバーの中にギュッギュッと入れていきます。上側の端は半透明のシリコンになっており、トラッキング信号を通すような作りになっています。こんな感じで締め付けてフィット調整完了。見た目はどうでしょうか。スマートな白色から滑りにくいグリップ力アップのがっしりした黒色、そしてここをパカッと開けるとすぐに電池交換が可能になります。プルタブのフィルムを下にして単三電池を入れていきます。ここが重要ポイント。もし単三電池を先に入れてしまった場合は大変なことになりますのでご注意ください。失敗例は後ほど見ていきます。あとは蓋をするだけですね。これで手を開いても滑って落ちることはなくなるナックルグリップカバーの完成です。ほらこの通り、よく手を思いっきり振るボクシングなどの VR ゲームとの相性は抜群かと思います。今左コントローラーにグリップカバーを取り付けています。コントローラーが飛んでいかないように手首ストラップも重要ですが、このナックルタイプにするとより安定性が増すと思います。でこのようにプルタブの前に電池を先に入れてしまうと奥の方に行って取り外すのが大変。いやーなんとか取れました。プルタブは必ず先に入れてその上に電池です。ここだけ間違わないでくださいね。手の甲の部分はマジックテープで締め付けの調整ができました。ここはお好みで、あまり締め付けるとちょっと気になるかな。グリップ下の白い穴はトラッキング信号を通すためのようです。いろいろ考えて作られていますよね。ここはボタンになっていてちょっと硬い。そして電池の取り外しはここのカバーを開いて丸めて入れたフィルムの先端を思いっきり引っ張ります。今は見えやすいように外側に引っ張っていますが、まっすぐ引かないとこのようになってしまいます。慣れるまで難しい。さあ使い心地はどうかな。グリップ力アップ、滑りにくくなったぞ。そうそう、後から気がついたのですが手首ストラップも通せるんですね。この状態にしておけばコントローラーをぶら下げてペットボトルの水を飲むこともできます。これもお好みでしょうか。今回は手首ストラップを取り外します。それではこのナックルカバーを使用して VR クイズを5問出題します。一体何の VR ゲームを楽しんでいるのでしょうか。ジェスチャーをヒントに当ててみてくださいね。第1問、何の VR ゲームを楽しんでいる。手を縦に振っていますね。これは簡単かな。正解はビートセーバー。 VR としては代表的なゲームです。リズムに乗ってキューブを切れ、定期的なアップデートで爽快感がアップ、ストレス解消にもなりますね。第2問、何の VR ゲームを楽しんでいる。今度は手をまっすぐしていますね。上に行ったり下に行ったり、なんでしょう。わかるかな。正解はシンスライダーズ。こちらもリズムに乗って球体をなぞっていくように、いつの間にかダンスをしている気分。黄色の球体は両手を近づけてなぞっていきます。心地いいですね。3問、何の VR ゲームを楽しんでいるでしょうか。ここから少し難しくなりますよ。手を内側にして、ん?縦に振って、あ、今度パンチしてる。手を引いて前に出してますね。
わかりましたか？正解はアンダードックス。5トンの金属に身を包んでガシャンとぶつかり合うメカとの戦い。叩きつけ、押しつぶし、引き裂け、グリップボタンを押してスイングして移動、パンチパンチパンチ。これは激しい戦いだ。ナックルグリップカバーが大活躍。滑らずに集中。第4問。何の VR ゲームを楽しんでいるでしょうか？両手を上下してる。そしてトリガーボタンを連続で押してるぞ。わかったかな？正解はスウォーム2。おーっと、すごい迫力。今のは L ボタンでアタック攻撃。グリップボタンでワイヤーを張り、腕を振ってスイング、素早く移動、大空へ。トリガーボタンで攻撃だ。スパイダーマンのように飛び放て、慣れるとすごい爽快感。第5問。何の VR ゲームを楽しんでるでしょうか？一番最後は難しいですよ。何かを耳に持ってった？そして両手のトリガーボタンを押して、開いた。 Follow me. 正解はヘルスイーパー VR。These are all the cracks of it all. スタイリッシュなアクションコンバット VR ゲーム。特徴的なのが二段ジャンプです。Think of double jump like a lifeline. It's your ticket out of trouble when you're in a tight spot. 日本語字幕対応でチュートリアルがわかりやすい。There's much to learn. カブトムシかな？ Ah, the Stonehenge's first gift. Make it... うわ、剣で切り裂け。Now let's see whether you remember how to use it.両手持ちもできた。うわぁ。 Now follow me. Another gift awaits. いや、これがすごい。腕を振ったら銃が登場。ヒョンと上に上げてリロード。ナックルカバーのグリップ感安定してる。それ、ここは地獄の世界？なんだあれは。両手上げて剣が登場。よし、弾いた。下に振って今度は銃。キュッと、よし。ああ、弾がない。リロード。そしてジャンプからの攻撃。鍵でチェストを開け。このパワーは何だ？力がみなぎる。今度は横に手を振ると、そして投げる。火の魔法かな？開いて発動。それ、やっつけた。いかがでしたでしょうか？クエスト3専用のナックルグリップカバー。バッテリーがなくなったら、カバーを外さずに瞬時に電池交換。蓋を開けるだけです。ただ注意点として、必ずプルタブを下にすること。少し太めの握り心地で滑りにくく、手を離しても落ちません。また、トラッキング精度も問題ありませんでした。商品リンクは概要欄を参考ください。ちなみにこのチャンネルではクエスト単体だけで600以上のアプリや130以上の PCVR ゲームを数多く体験してきたカエル VR が独自の視点で VR ヘッドセットや周辺ガジェット、VR ゲームをたくさんご紹介していますので、気になった方はぜひチャンネル登録して新しい発見をしてもらえると嬉しいです。また週末には VR 情報ライブ配信も継続中です。よろしければ遊びに来てください。なお、今回の動画が参考になりましたら高評価ボタンを押していただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。